わっちもじゃジャパンへようこそ。今日はイライラさせられるゲームのステージトップ20をカウントダウンでご紹介します。このリストでは難しすぎたり退屈すぎるゲームのステージに注目、単に面白くないゲームは含めません。またボス戦のみのものも含めません。これらのうちあなたが怒りで叫びたくなったのはどれですか？コメントで教えてください。ナンバー20、デモリションマン、グランドセフトオート、バイスシティ。I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. プレイヤーはあらゆる危険なアクティビティの任務を負います。しかし、このミッションをもう一度やるより、最も凶悪な犯罪者と戦う方がマシ。ここでは、建設現場の破壊を依頼されます。夜にこっそり侵入して、爆発物を仕掛けるといった安易な方法ではありません。遠隔操作のヘリコプターを操縦して、日中に特定の場所に爆弾を仕掛けなければいけないのです。操作は、2000年代初頭のスタンダードから見ても、決してスムーズとは言えません。作業員や警備員がヘリコプターを倒そうとするので、さらにイライラさせられます。他の多くのミッションのようなハイリスクなスリルはなし。でも、失敗するとコントローラーを降りたくなるかも。ナンバー19、ブライトタウン、ダークソウル。フロムソフトウェアのほとんどの作品と同様、これにもイライラの原因となるセクションがたくさん。プレイヤーに最も大きなダメージを与えたのは巨大な毒の沼地、ブライトタウン。上部のエリアには多くの動く橋が。簡単に方向転換できるため混乱を招く可能性が。一方、下部の沼地はさらにひどく。多くの強力な敵が徘徊しており、多くは毒ダメージを与え、中には遠くからダメージを与えることができるものも。この地獄の穴を通り抜けると、最終的にクラーグの住処に至ります。そこではタイトルの魔女と戦うことに。他の敵と同様、簡単ではありません。ナンバー18、ラビリンスゾーン、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。水系は通常最もイライラしがちなステージの一つ。ソニックは泳げないので、ゲームの4番目のレベル、ラビリンスゾーンでは彼のスピードは役に立ちません。なんとかやっても歴史から逃れることはできません。どんなに自信のあるプレイヤーでもストレスを感じることでしょう。トラップや敵と相まって動きが遅くなったり、パニックを誘発する音楽も。ソニックは少なくとも数回は水中に沈むことになります。当然レベル3は最も難しく、歴史の心配に加え、無限にスパイクや爆発する敵を投げつけられます。ナンバー17、滝ステージ、コントラ。このゲームは画面に敵が溢れ、ライフバーが1回しか使用できないという点で、任天堂ハードという言葉を体現。これにより、多くのプレイヤーが3ではなく30のライフで開始するというコナミコマンドを覚えた可能性が。ただし、3番目のレベルに関してはそれもあまり役に立たず、垂直にスクロールする唯一のステージ、銃弾の雨の中を登っていかなければなりません。レイアウトに慣れるまで時間もかかります。協力プレイはもはや無理ゲー。一人のプレイヤーが上に素早く移動すると画面が移動してしまい、もう一人のプレイヤーが殺されてしまいます。移動についてコミュニケーションを取る必要はありますが、敵の大群があなたを殺そうとしていないのでまだ簡単かも。ナンバー16、インデックスの秘密、ヘイロー。登場する敵の中でもフラットは私たちを怖がらせます。7番目のミッション、マスターチーフは寄生虫にほぼ絶えず直面します。
ここで非常にイライラさせられるのは、寄生虫の動きが早いのにプレイヤーが進むのが遅いから。プレイヤーは343ギルティースパークを追いかけますが、機敏とは言えず、ロックされたドアを通り抜けるために立ち止まらなければなりません。そしてフラットを追い払うためにプレイヤーは全ての武器を空にしなければなりません。ロケットランチャーを持っているフラットは特に厄介。ナンバー15、アシュリーとしてプレイ、バイオハザード4。オリジナルのバイオハザード4の第3章、プレイヤーはアシュリーになります。これまでアシュリーが鬱陶しいと思っていて、実際にプレイすると一味違うでしょう。アシュリーは敵にランタンを投げる以外に攻撃する方法がありません。テーブルの下に隠れることもできます。戦闘能力は期待していませんでしたが、だからといって面白さが損なわれるわけではありません。しかしアシュリーはいくつかのクランクをゆっくりと回さなければなりません。敵に止められるとクランクはゆっくりと元に戻り、それだけ長くかかります。言うまでもなく、最初から最後までレオンを操作できないのは残念。 Sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. ナンバー14、駐車場チュートリアル、ドライバー潜入カーチェイス大作戦。チュートリアルはプレイヤーに基本を教えるため不可欠。退屈なものもありますが、通常は役に立つもの。ただしこの場合は別。犯罪組織の潜入捜査官の物語に入る前に、ドライバーになれるかどうかを証明するテストに合格する必要が。このテストは駐車場で行われ、非常に短い時間内で一連の操作を実行しなければなりません。簡単なものもあれば複雑なものも。スキーのファンでもない限り、スラロームが何なのかわからないでしょう。さらに周囲の車にあまりにも大きなダメージを与えた場合、最初からやり直し。ナンバー13、ウェルカムトゥーザマシーン、エコーザドルフィン。イルカを操作して遊ぶゲームは楽しいはずと期待する人も。しかし必ずしもそうではなく、ゲームを通しエイリアンと戦わなければならず、エコーが故郷の惑星を訪れた時に最高潮に。ここは迷路のような雰囲気とプレイヤーを殺す方法の豊富さを兼ね備えた、たくさんの道があるゲーム。正確な道筋を記憶できなければ押しつぶされてしまいます。もしくは画面外から飛び込んでくるドローンにやられてしまうのです。すべてひどいですが、チェックポイントがないことがさらにひどい状況に拍車をかけます。ナンバー12、王様になるのが待ちきれない、ライオンキング。プレイしたことがなくても、子供向けゲームとしてはとんでもなく高い難易度ということについて聞いたことがあるかもしれません。これはプレイするよりも見る方がはるかに楽しいのです。シンバはさまざまな動物を使ってさまざまなセクションをクリアします。ダチョウに乗って次々と現れる障害物を飛び越えるのは確かに難しい。しかし最も厄介なセクションはシンバを投げ飛ばす猿との戦い。吠えるとピンク色の猿の方向を変えることができます。しかしほとんどが画面外に隠れているため、試行錯誤を繰り返さなければどこに行き着くか分からず、クリアするには忍耐力が必要。ナンバー11、大迷宮、大乱闘スマッシュブラザーズ X。しばしば刺激のない作品の一つとみなされるこのゲーム。しかし他の作品より優れているのは、全てのキャラクターが登場する壮大なストーリーモード。しかし最後のボスに到達する直前、退屈でイライラするレベルが。
すでにプレイしていた全てのレベル環境を再利用するだけでなく、ボスとミニボスの戦闘の多くも再利用。レイアウトは非常に面倒。行き止まりにたどり着き戻らないといけないことも。これは最後から2番目のチャレンジだということを意図していますが、ストーリーモードで構築された全ての楽しみを吸い取ってしまいます。ナンバー10、ハリグツリーの腕はエルファエル、エルデンリング。イージーモードを求める声の中でも決して勢いを失わなかったのは喜ばしいこと。とはいえ、ゲームに打ちのめされてもイライラしてはいけないというわけではなく、エンドゲーム中に見つかるオプションのダンジョン、最も勇敢なプレイヤー向け。分岐する道がたくさんある巨大な城なので、ここでは発見するべきことがたくさん。残念ながら探索するということはゲームで最も手強い敵に遭遇することにも。スタジオの評判を考えるとそれは多く物語っています。どんな場合でもおそらく準備ができていないダメージの猛攻撃。ゲームで最も過酷なボスとして知られるようになったマレニアとの戦いで終わります。ナンバー9、グレートベイの神殿、ゼルダの伝説、ムジュラの仮面。多くは時のオカリナの水の神殿を期待していたと思います。正直その憎しみは拡張しすぎですよね。一方、ここはもう少し憎しみがあってもいいでしょう。ゲームの3日間のタイムループを考えると緊張感は増しています。しかし早く終わらせないとやり直さなければならず、レイアウトも分かりにくい。ほとんどのエリアは中央のプールでつながっており、その流れによってどの部屋にアクセスできるのかが決まります。見逃したものを修正するため、またはおそらく偶然にパイプラインを何度も泳いで通り抜けることに。時間制限のあるゲームで同じことを繰り返すのはストレスの原因。ナンバー8、ステージ 6-2、 忍者竜剣伝。このステージで忍者の人生がいかに危険であるかを教えられます。ここでの目的は他のすべてのステージと同様、死なずに最後まで到達すること。しかしこれをほぼ不可能にしているのは敵の攻撃。敵の中には安易な場所に配置されているものもあれば、画面の横から急降下してくるものも。また少しでもどちらかの方向に一歩でも踏み出すと画面外の敵が復活。大変な作業になります。ステージもかなり長い。各レベルに制限時間があるため平穏なひとときはありません。ナンバー7、アステカ、ゴールデンアイ、 W07。 誰もが W07 に何時間も費やした楽しい思い出を持っています。ゲームであれ、映画から再現されたキャンペーンであれ。しかしここでの楽しい思い出はありません。アステカレベルはノーマル難易度で、ストーリーを完了するとロック解除されます。そして想定されていたよりもはるかに難しい。強力な全ての敵は精度と反応時間が向上した上に強力な武器も。つまり彼らはあなたを攻撃するのです。やられたら申し訳ありませんが、やられたらレベルを最初からやり直す必要があります。ここがエージェントとしてのあなたのスキルが本当に試される場所。ナンバー6、ミートサーカス、サイコノーツ。 How did you get in my happy meadow? Nobody's supposed to know about it. 難易度を修正しなければならないということは難しすぎたということ。プレイヤーは様々な奇妙なキャラクターの心の中を移動します。最終レベルは2つの精神が融合した産物。しかし非常に気が狂いそうな要素も。1つのセクションでは体力の少ないキャラクターを護衛、他のセクションでは容赦のない移動。ライフは少なく、チェックポイントはごくわずか。目的のいくつかは単に不明瞭。
難易度が急激に上昇するという評判があり、それ以外は非常に楽しいゲームであるにもかかわらずバランスの悪い悪夢に。将来のプレイヤーが前向きな気持ちでゲームを終えられることができるよう難易度が下げられたことをありがたく思います。ナンバー5、別れ、セレステ。最も美しく感情が満たされるゲームにも髪の毛をむしりたくなるレベルがあります。そんなゲームの一つ。発売後、開発者は無料 DLC をリリース。これは他のレベルを簡単に見せたと言っても過言ではなく、ゲームの大部分がいかに難しいかを考えるとこれはかなりのこと。ハードコアを念頭に置いて設計されております。信じられないほど長く、一部のエリアは危険で安全な道は狭く、休憩できる場所はなし。またスピードランをする場合にのみ事前に必要なテクニックも強制されます。アシストモードをオンにしたくなる誘惑に駆られます。ナンバー4、トゥルー・ザ・ファイヤー&フレームズ、ギターヒーロー3、レジェンド・オブ・ロック。ギターヒーローの曲がこんなにレベルが高いなんてと笑う人もいるかも。でもそれはあなたがドラゴンフォースのこの曲を最後まで弾こうとしたことがないということ。現存するメタルソングの中で最も激しい曲の一つであるこの曲、低い難易度でも指がつまずくはず。何が起こっているのか把握する暇もなく、少なくとも12音遅れてしまいます。そうなったら最初からやり直した方がマシ。この曲を制覇しようとした多くの人が経験した苦痛はまさにこれ。何度も何度も練習したものだけが完璧なタイミングをつかむことができます。まさにレジェンドオブロックという名前がぴったり。ナンバー3、ダム、ティーンエイジミュータント忍者タートルズ。80年代後半、忍者タートルズはどこにでもいました。子供たちはゲームを手に入れ興奮。しかしその興奮はゲーム史上最も不公平で、有名なレベルの一つによりすぐに台無しに。この水中セクションでは亀の一匹として8つの爆弾を解除します。水泳のコントロールはかなり貧弱ですが、それが最悪なものではなく、ほとんどを電気階層が取り囲んでいるためミスを犯す余地はほとんどありません。それでも2分20秒の時間制限がなければ、これをゆっくりと行うことができたかもしれません。素早く行動することを強制され、その過程で確実にやられます。ナンバー2、マスターオブギャラクシー、スーパーマリオギャラクシー2。これは様々な要素を組み合わせた難関。最後にアンロックされるレベルなので、当然かなり大きなチャレンジ。クリアした後もう一度挑戦するオプションがあります。ただし次は一撃で死ぬという設定付き、チェックポイントもなし。ここでのやられ方は多種多様なため、そのすべてを経験する可能性があります。10を超えるとリモコンを降りたくならないようにするため、全力を尽くす必要があります。マリオは誰でもプレイできますが、このレベルの最後まで到達できるのは最も強い人だけ。先へ進む前に必ずチャンネル登録、通知をオンにし、最新の動画についての通知を受け取ってください。時々または全ての動画の通知を受け取るオプションがあります。ナンバーワン、ターボトンネル、バトルトード。これまでに作られたゲームの中で最も難しく、最もイライラさせられるゲームの一つ。協力プレイはさらに難しく、難易度は最高に。標準的な格闘ゲームの後、残りをバイクで進むことに。
バイクのスピードは非常に速く、考える暇もなし、無数の壁にぶつかってしまいます。しかしこれは最初のセクションに過ぎません。ゲームが進むにつれてランプを突き抜け、穴を避け、その他の危険物を避ける必要が、すべて光並みの速さで迫ってきます。このレベルは永遠に記憶に刻まれるでしょう。今回の動画も楽しんでいただけましたか？バッチモジュジャパンの他の動画もぜひご覧ください。また必ずチャンネル登録、通知をオンにし、最新の動画に関する通知を受け取ってください。